ワカサギ釣りで有名なイルカ池にやってきました。ここは今から400年ほど前に人工的に作られたため池なんです。バンテリンドーム名古屋の9杯分、1500万立方メートル以上の貯水量を誇る国内最大級の農業用ため池、イルカ池。江戸時代の初期に作られました。今回案内してくれるのは地質学の専門家、名古屋大学減災連携研究センターの李藤房夫特任教授です。明治元年にですね、このイルカ池の堤防が壊れまして、俗にイルカ切れという大洪水が起こりました。イルカ切れが起きたのは1868年。降り続いた大雨によってイルカ池の堤防が決壊し、大量の水が周辺の村に流れ込みました。死者941人、負傷者およそ1500人、家屋の浸水は1万1000戸以上と甚大な被害が出ました。ここ今堤防の上に立ってるんですけど、この堤防はですね、土でできてるんです。で、土でできてるんですけど、江戸時代に作ったもんですから、現代のような施工が行われてないので、そんなに強度として強くないということが理由として挙げられます。イルカ池の決壊から150年以上が経った今も、4キロ離れた寺には当時の被害の大きさを物語るあるものが残されています。イルカ池の方からこの近くまで流れてきた石です。大型のダンプトラックでも積みきれない重さなんです。私の身長よりはるかに高いこの大きな岩が流されるくらいの水の勢いだったということですか？そういうことなんです。高禅寺の境内に祀られているのは、高さおよそ4メートル、重さ15トンの大きな岩。豪雨災害の恐ろしさを今に伝えています。こんにちは。さらに高禅寺にはイルカ切れの恐ろしさを伝えた文書も残っていました。四方満々として実に泥海のごとし、誠に恐れるべし。1時間余りで水がこう流れてったという、稲葉というところ、そこ全部なくなってる。大雨によるため池の決壊は決して過去の話ではありません。3年前の西日本豪雨では21箇所のため池が決壊。このうち広島県福山市ではため池が決壊したことで土石流が住宅を直撃、3歳の女の子が犠牲になりました。毎年ですね、全国で20箇所ぐらいのため池が壊れてますので、毎年毎年起こっている災害ですね。さらに大雨以外でも、10年前に起きた東日本大震災、地震によって福島県では農業用のため池が決壊。流れ出た水が濁流となって勢いよく押し寄せ、7人が死亡、1人が行方不明になりました。イルカ池耐震性検証委員会を立ち上げ、耐震性を検証する。これを受けてイルカ池では耐震調査を実施。その結果、南海トラフ巨大地震でもイルカ池が決壊することはないとの結論に至りましたが、愛知県は万が一に備えて浸水想定区域図を作成。これによりますと、イルカ池は満水状態の時に堤防が決壊した場合、およそ10時間後には15キロ以上も離れた北名古屋市内にも水が到達するのです。イルカ池って犬山の方でしょ、遠いでしょ、何にも考えてない。きっと大丈夫であろうということで、そこまでその対策とかしてないんで、イメージ湧いてないですね。想像つかないですね。愛知県内にはイルカ池のように決壊した際、下流の住宅などで被害が出る恐れのある防災重点ため池が1035箇所あり、注意が必要な地域が数多くあるのです。
大きな池はやっぱり遠くまでやっぱり届きますので、ハザードマップを見ていただいて自分の位置が どこにあるのかというのはちょっと確認していただいた方がいいかなと思います。